何これ。開けできるよ。はい、やってみてください。いくよ。いいよ。いくよ。硬い。しょ？お、頑張った、頑張って。もうちょっと、もうちょっと。うわ、硬いね、これ。なにこ硬い、これ。れ、普通にめっちゃめっちゃ開きにくい。こちゃこちゃ。はい、栗の朝ごはんできました。チーズですね、チーズのせました。あとハムと、スクランブルエッグと、バナナです。はい、どうぞベベー。あとワーターですね、お水ですね。ちょっといい、ごめんね、やな。いいね、ちょっとお水ないじゃん、今入れるね、ママ。はい、で私の朝ごはんは、栗と同じく、チーズパンと、バターとマヨネーズつけて、それでその上にチーズですね。そしてみんなが残した、子供たちが残したマヨネーズ、マヨネーズね、はい。スランブルエッグと目玉焼きとハムとコーヒーですね。そしてバナナとみかんです。あとお水ですね、ちょっと今準備してないんですけど。はい、これと一緒に食べます。はい、朝ごはん食べ終わりました。今の時刻は9時15分ですね。で、まあ、コーヒーはまだ残ってるんですけど、あとちょっと残ってる。ハムとか入れると。で、栗はここにいます。で、ちょっとね、なんで栗はあんまり見せてないかっていうと、なんだろう。YouTube の新しいポリシーが本当に厳しくて、子供に対して。なので、ちょっとね、YouTube にはちょっとたまにしか映らないかなと思います。もう今までと同じく。で、そうなると、ちょっとね、やっぱりクリクリが見たいとか、クリね、成長が見たかったりとか、そういう、なんだっけ、見てる方が、たくさんいるみたいなので、私もびっくりしました。なんだっけ。ということで、ちょっと YouTube ではあんまり映らないかもしれないんですけど、Instagram で、インスタグラム持ってる方、見れると思います。見れると思いますというか、見れますね。どういう風にするかっていうと、IGTV っていうのがあるじゃないですか。その IGTV で動画を5分ぐらいとか、まあ、10分以下で、クリクリと一緒に映ってる動画を、向こうで、アップしたいと思います。はい、みんなのためにちょっとね、そのクリのことがすごい大好きで、クリを毎日見てると、なんかなんだろう、嬉しいとかさ、なんかそういうメッセージがね、何回かいただいてるので、で自分の子供と同じく年齢、クリと同じ年齢の子供を持つお母さんとか、そういうお母さんとかね、すごくなんかたくさんいるみたいなので、自分の子供と一緒に見てるんですよね、クリと映ってる動画は。なのでちょっとね、クリと私の専用だけ、あとまあアキとかアキレス君とか、まあ、子供たち映ってもいいっていう子供たちもね、IGTV で、動画を、アップしたいと思います。はい、インスタグラム、よかったらフォローお願いします。はい、ちょっとね、なんだっけ、何するんだ、洗い物もないし、ちょっと向こうの布団まだ片付けしてないので、これから向こうの布団を片付けしたら、洗濯物、もう終わってるので、洗濯物、干したいと思います。はい、そんな感じで、ごちそうさまでした。クリクリね、ちょっとまだ食べてるので、クリがまだ食べてる間に、ちょっと、布団を片付けしたいと思います。で、これはね、まだ残ってるんですよ。まだ残ってます。これはね、お昼に、私のお昼にして、食べたいかな。食べる感じですね。はい、ちょっとね、この間業務スーパーに行ってきたんですけど、この、チキン唐揚げと、こっち
ちらのウインナーですね。はい、こちらのウインナーをちょっとね分けたいと思います。この袋に入れて、あ、なくなりそう、入れたいと思います。これね結構すっごい便利なんですよ。もうなんだろう、いろんな料理で使えるので、あのこのまま揚げるのも美味しいんですけど、何かしらのソースを作って、それであのこうやってかけ混ぜてやるとすごい美味しいんですよ。まあこれはお弁当とか、ほとんどお弁当とかに入れてます。はい、そしてこちらのみんなもねサクサクですごく美味しいんで、ちょっと分けます。はい、終わりました。こんな感じ、お店屋さんみたいなんですか、こんな感じでやってます。もう袋に3枚に入れてます。こんな感じです。これはまだちょっと入れてないんですけど、これから入れます。で、これこのまま冷蔵庫に入れます。で、今日はとりあえず鶏肉ですね。鶏肉を出したんですけど、ちょっとまだ何をするか分かりません。で、今お米を炊いてます。はい。